かお菓子を食べておりますね。スーパーマーケットに行きました。スーパーマーケットで買ったんだね、チョコプリンね。チョコプリンだね。こういうの好きなんだよね。で、こっちがマスタードとポテトサラダ、マスタード味ポテトサラダ。この日も車の中で夜を明かすのかな。スワードっていう港町ですね。スワード、スワード。またね、音楽がかかってるので、ここは音をなくしたいと思います。動画を見てる人はよくわかんないと思いますけどね。スワードで夜を明かして、また車に乗ってね、ちょっと北の方に来てると思いますね。スワードね、どこだったっけな。また釣りに挑戦しております。自然豊かだね。まあめったに来れる場所じゃないのでね、景色をしっかりカメラに抑えながら先に行くという、またここで魚釣りでございます。ちょっと濁っておりますけどね。案外釣れないもんなんですよね。これは一体キノコですかね。毒キノコだね。なんかスーパーマリオに出てきそうな。魚は釣れませんでした。でまた音楽がかかっております。ここもね、ボリュームを下げて編集したいと思いますので、見てる人はわけがわかんないと思います。花が咲いております。あんまり見たことないような滝ですね。おそらくね、アンカレッジから南に行ってホーマーまで行って、まだアンカレッジまでに戻る途中だったと思うんだけどね。まあこの日の朝はスワードっていうところに泊まっていたらしいんだけどね、そのスワードがね、どこなのかさっぱりわかんない。あ、鮭が泳いでます。見ますか。サーモンが泳いでおりますね。だから釣ってみたいと思います。でもね、餌には食いつかないんですよね。一生懸命釣り針で引っ掛けようかな とも思ったんだけど、 いてもね、見えていても魚釣り的には全然釣れませんでした。死んでるね、鮭みたいな、マスかな、ちょっと死にかけてるようなのも、でもまだね、ちょっと泳ぐみたいなね、疲れ果てた魚がね、横たわっております。Yes. もう産卵はね、終わってるんです、ね。
多分ね。魚釣りをしてる人もちゃんといるんだね。No, no, no, no. I'm a catch and release. Okay, good. Catch and release. Yes. 地元の人はね、ちゃんと釣ってて食べるんだね。地元の人もあんまり食べるというよりは魚釣りを楽しみたいっていう人の方が多いのかもしれないね。なんかもう力尽き果てたみたいなね、サーモンでございます。なんかもう釣らなくてもいいかなみたいな気持ちになってきましたね。北海道なんかでもこういう光景見れるのは時期を見ていかないと見れないんじゃないのかな。まあね、こうやってね、手で触れるんだからさ、触れ合うことができるっていうことが最大の魅力かもわかんないですけどね。これだったら焼いて食べたら美味しいかもしれないね。やっぱりね、料理するとなるとやっぱりホテルに泊まらないといけないしね、結構ガチ声、音楽がかかってる。久しぶりだね。音楽がかかって、今回の動画の説明をします。何度か分に分割するかもしれませんね。今回の動画はですね、吉妻の北米ドライブ旅ということで、2000年の8月に行った旅でございますね。アメリカ合衆国、この続きがありますが、今回はここまで紹介いたします。州としてはですね、オレゴン州、ワシントン州、アラスカでございます。成田から飛んでポートランドの空港で乗り換えてシアトルに行って、ワシントン州ですね。そしてそこからまた飛行機に乗ってアンカレッジに行って、レンタカーを借りて、道路がつながっている最南端のホーマーまで行って、まあ魚釣りとかやってね。でシュワードで、車の中で止まったのかな。まあアンカレッジからホーマー夜通し運転しつつ、どっかで仮眠して朝ホーマーに着いて、その次の夜はシュワードで車の中で泊まって、で次の日ウィッターっていうところに行って、途中ガードウッドアリエースカっていうところ、まあその後どっかで、まあ、アンカレッジをね夜中に通り過ぎて、どっかで眠って汽車中泊してですね。で、ここ、デナリー州デナリー州立公園。この日はこのツアーにね、参加したんですね。で、その日の夜、この近く、フェアバンスク方面に進んだところで、車の中で止まって、で、フェアバンスクに着いて、なんか食べ物を買ったところで、今回動画は全体的に終わりますね。まあこの続きはまた後で紹介するということで、そんな動画になっておりますね。